インドネシアのジャワ島にある火山で大規模な噴火があり、100人以上の死傷者が出ています。インドネシアの国家防災庁によりますと、4日、ジャワ島東部にあるスメル山が噴火し、火口から溶岩も流れ出しました。これまでに13人が死亡、2人が行方不明となっているほか、2人の妊婦を含む98人がけがをしています。 周辺ではおよそ300世帯の住民らが避難しているということですインドネシア政府は行方不明者の捜索を続けるとともに避難している住民らへ食料や毛布などを提供するための準備などを進めていますスメルさんは今年1月にも噴火が起きていました